はい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 、今回はストリートミニ四駆の2代目を作るにあたってちょっと面白いものを見つけたので、ちょっとそれを買ってきてみたので装着してきましたっていう感じの動画になります。これね、新しい工作シリーズナンバー101ドラッグタイヤセット 36mm 径4本セットホイール付き、うちはもうお店で税込み378円で購入ですね、こういうやつで。まあ 36mm ってことはあれなんですよ、ストリートミニ四駆に一応規定 35mm までっていうのをオーバーするんですけど、まあそもそも大会出ないですし、出ないですしっていうか出れないですしね、日本でやってんのかな、ちょっとそんなに頻繁にはやってないと思うんで、やっててもね、まあそれは別として、まあその取り付け方法なんですけど、 3mm シャフトが同梱されてるんですよね。どこかに書いてたかな、あ、書いてますね、ここにね、長さ10センチの 3mm 六角シャフトが2本入ってます。まあ付けれないじゃないですか、それでもね、簡単につけれる方法あるんですよ。まあ、見てもらえればわかるかな。この黒いやつ。これがアルミホイールブッシュ。まあ、アルミホイール使った人ならわかると思うんですけど、取り付けブッシュを、このホイールにつけるのに、ここに六角、3ミリ六角穴、シャフトの穴が開いてるんですけど、そこに4ミリのビス、ドリルで、穴開けるわけですよ。そうすればぴったりで、どうです、結構ね、ワイルド感が出たっていう方、こんな感じで、一応中身も紹介っていうのかな、こういうのはまんま、うわ、砂がすごい走ってきたんだよねこれメンテしないとダメだね。一応ね。はい。うわー、すごいね。ほら。砂。砂がすごい入ってる。パワーギア&ノーマルモーター。いや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 。砂がすごいね。なんで砂がついてるかっていうのは分かると思うんですよ。砂浜走ってきました、砂浜海行って、あとキャンプ場にも行ったんで、そこも走らせてきたんで、まあこれで終わりじゃなくて、走らせてきた動画もありますので、そちらも見ていただこうかなと思っています。それではどうぞ。ちっちゃい、走る。
こう。